さんこんにちはこんばんは。こんにちはこんばんは。昨夜だぜ、昼のだよ。今回も主のエイペックスの実況解説をしていくよ。今回はどんなやつ？今回は主のプラチナランク対プレイを見ていくよ。あれ？ランクマッチなのに主しかいないよ。残念なことにここでも主のボッチ性能を発揮してしまったよ。あー悲しい。チルノ全然悲しがっていないような。気のせい。今回主はミラージュを使うようだな。このキャラはどんなキャラなの？ミラージュは強いぞ。なんと増えるし消える。何それ、忍者？しかし本当に消えるし増える。早速試合が始まったのだわ。現ランクのマップはワールズエッジ。前の動画もここだったわね。今回主はボッチなため敵がいる場所に降りるのは厳禁。もし降りたら、まあ主の実力じゃ即デスボックスになるわね。へ、そうならないように敵のいない場所に降りたいところね。ところで昨夜、主はどこに降りようとしているの？今回は見たところスカイフックに降りようとしているな。しかし敵が見えていたため急旋回。ボッチが少ないところに降りるぞ。なかなか厳しそうね。エルスター発見。ディオーション発見。まずは武器の確保に成功。ひとまずは安心なのだわ。どうやら近くには敵がいなさそうだな。この後どうしようなの？実は、しばらく何もないんだぜ。ということで早送り。ただいま。ここで何かあったのね。ああ、ここで被弾する。そして影分身を出すぞ。これが影分身。正確にはミラージュのアビリティ。デコイだよ。私が見たら混乱しそうだわ。主もよく相手のデコイを見破られずに混乱しているぞ。どんどん逃げているのだわ。敵前逃亡は軍法会議では重罪だが、ここは致し方ない。戦略的絶対。逃げられたかしら？まだわからないが、デコイにうまく騙されていてくれれば撤退成功。ここ回復タイム。上から偵察。よく見えないのだわ。ドキドキ。ざわざわ。ここで敵ブラハのソナーを検出。どこかから銃声。剣が危ないんだわ。敵発見、射撃。なかなか厳しそうなのだわ。ここでデコイを派遣。うろうろ。足跡が聞こえるわ。射撃開始。反撃されてしまう。戦っているわね。上から見物。デコイで惑わすことに成功。ここはうまくいけばキルが取れそうね。投擲用意。そうか。一発影分身の術。やったー。急いで退避。ここで最終円が迫るわ。ドキドキ。ヒューズのナックルクラスターが聞こえる。ケースのポータル発見。一気に仕掛ける。残念ながらキルが取れず。お着替え。
なるともうきついな。ゲームオーバー。まあ主にしては頑張った方だな。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。